礼しました。田村様、よろしくお願いいたします。改めまして、ただいまご紹介を預かりました、福岡東ロータリークラブから参りました、田村と申します。では本題ですね。今日は2つお伝えしたいことがございます。1つ目はですね、私が地区の広報委員長をしておりましたので、広報から見た簡易基盤工場ですね、これプッシュ型とプル型というふうに私は言っておりますが、プッシュ型プル型の話をして、それから2つ目に衛星クラブの進めということになります。今日せっかく皆さん会場幹事の皆様方、ガバナンスの皆様がお越しですので、少しでも持ち帰ってもらいたいなと思っております。ただずっと衛星クラブのノウハウを話もしてもですね、あんまり面白くないので、少し簡易基盤向上の話を広報から見た視点でお伝えをいたします。では一つ目、広報から見た簡易基盤向上ですね、これプッシュ型とプル型というふうに私は分けて、お伝えをしています。では一つ目、プッシュ型についてですね、プッシュ型、これはあの右下の筋肉もりもりの絵を出してますけども、はっきり言うと気合と根性です。これ今までのロータリークラブの会員増強はほぼ気合と根性、プッシュ型なんですね。これ辛いです。私もクラブの増強委員長2回しました。辛いんですよね。プッシュ型というのはちょっとビジネス用語であるんですが、企業が特定の見込み客に直接的にアプローチする方法をプッシュ型と言います。これはロータリーに置き換えますと、プッシュ型というのはロータリアンが特定の見込み候補者に直接的にアプローチをする方法というふうに置き換えてご説明をいつもしているんですね。でプッシュ型の手法というのはですね、やり方間違えると敬遠されますよね。ロータリーに入れ入れと、さっき千葉先生の話をしたんですけど、いいから入れと、とにかく入りなさいというだけなんですよね。これプッシュ型です。相手の都合は無視ですもんね。これ営業もそうです。プッシュ型営業です。押し売りですよね。訪問販売していいから買えるのと同じです。でこれってやっぱり公共イメージがダウンしちゃうんですよね。だから公共ダメージにつながるような感じが出ます。そしてその増強委員長になる人っていうのはですね、またかと嫌ですよね。こう花形じゃないんですよ、増強委員長っていうのは。皆さんどうでしょう、これはもう増強委員長経験された、ね、会長がいらっしゃると思うんですけど、なんか言われたらちょっとうっと思いますよね。大体ですね、JC の理事長クラスとか、人脈が豊富とか、業界団体のトップの方とか、へこたれなさそうっていう人が選ばれるんですよね。これへこたれなさそうで私選ばれました、多分。このプッシュ型です。ただですね、プッシュ型が悪いっていうわけではないんですね。本当にロータリーに入会をしたいっていう人がいる場合はですね、当然見込みとしてはいいわけですよ。だからプッシュ型の会員会勧誘活動としては、ロータリーに入りたい、ロータリー必要としている方にとっては当然効果的なアプローチになります。で当地区としてはプッシュ型をうまく活用しようということで、オープン例会を開催を、しています。推奨してるんですね。オープン例会は地区やってありますかね。2740地区さんあんまりされないですか。うちは地区主導でオープン例会っていうのを、地区主導でやってるんですね。ちょっと字が小さくて資料ちょっと後で久保さんに送っときますけど、久保さんの中で使ってすみません。オープン例会っていうのはですね、例会っていうのは基本的にクローズですから一般の方入れませんけど、オープン例会の日を設けてですね、一般の方も来てくださいというふうにしてます。で魅力的な講演者の方を呼んで、食費はもうクラブの負担です。で、とにかく見込み客、見込み候補者と、あとは公共イメージの、性格もありますから、まあロータリーのことを知ってもらわなきゃいけないんですね。ロータリーに入らなくても興味がある人、ちょっと見てみたい人を呼んでます。で、オープン例会を計画、年に2回うちのクラブはやりました。これは私が東京委員長の時ですね、クラブので。1回目の時はゲスト分野を21名しまして、そのうち2名入ってくれました。2回目も17名のうち3名入ってくれたんですね。だから1人が1人を連れてくるとですね、なかなかハードル高いんですけど、例会をオープンにして、ゲストを呼んでですね、見てもらって知ってもらって入ってもらうっていうのは、これプッシュ型としてはいい事例かなというふうに思っていますので、ぜひ参考にしていただくといいかなと。オープン例会の資料も全部私が持ってますので、ご希望の方は全てお渡しをいたします。それからプル型の、事例ですね。これは私が担当していた広報公共イメージ委員会の範疇になります。プル型ですね、プッシュではない方です。プル型というのは、ビジネス用語でいきますと、企業が、マーケットにアプローチをして、お
客さんの方から企業に接触してくれるのを待つ。プル型ですね、引っ張ってくるので、プッシュは自分で行く方です、訪問系ですけど、プルは待ちですね、待ってる方です、プル型で。これをロータリーに置き換えますと、プル型というのはロータリアンの皆さんが、まあ、市場ですね、皆さんの地域にアプローチをして、会合者の方から接触してくれるのを待つというようなやり方になります。まあ、これはよくマーケティングとブランディングの違いでよく出してるんですけど、左側はですね、どっちかというとプッシュ型ですね。まあ、この男性とおぼしきシルエットの人がですね、女性に対して僕っていい男でしょうと、ロータリーでいいから入らないって言ってるわけですよ。この見向きもしないですよね、興味がないからです、この人に。だけどこれプル型はですね、何も言ってないんですけど、女性の方からあなたって素敵と言わせるという考え方ですね。まあ、これはまあブランディングと言われてるんです、いわゆる。ですのでプル型としてはこっちの方をやりませんかというふうに、会員基盤向上の中でも広報広告イメージ化の視点はこっちを進めています。水中に潜ってですね、森で狙った魚を取るのがプッシュ型、例えが悪いかもしれませんが、森でつくのがプッシュ型ですね。それに対して船の上から餌を撒いて釣り糸を垂らしてお魚さんが食らいついてくるのを待つ、まあ、あるいは魚が網にかかるのを待つのがプル型です。これ例えですからね、ちょっと例えが悪いかもしれませんけど、例え話で言っています。プル型の場合もですね、プッシュ型同様に会員候補の方がどこに潜んでいるかっていうのを見定めることは重要になります。お魚さんがいないのに網を張ってもダメなんですね。ですからちゃんとお魚さんのいる位置を見極めましょうというのが大事です。そういう意味では広報戦略というのが、まあ、魚群探知機のような役割になるんですね。この、魚群探知機がいります。どこにお魚さんがいるのかと、これを考えずに闇雲にやっても、効率的ではないわけですね。魚群探知機で、お魚さんの群れが分かったとします。では次に皆様方のクラブですね、漁船がやらなければいけないことは、その魚のいる位置が分かりました、魚が好む餌を撒くことなんです。どんな種類の餌を撒くのか、そしてどのくらいの量の餌を撒くのか、そこを間違ってしまうとお魚さんが逃げてしまうわけですね。これ大事なポイントです。会員候補者がどこにいるか見定めましょう。そこの会員候補者に対してその候補者が好む餌を撒く、そして量を考えるっていうところですね。餌の種類、候補の内容というのは、訴求内容だったりキャッチコピーじゃないでしょうかということですね。餌の量というのは、あと出港の量です。1回だけ出しておけば終わりではないですね。何回も何回も繰り返し刷り込みます。これが大事なポイントになります。会員候補者に魅力的な訴求になっていなければ振り向いてくれませんし、露出の量が少なければ候補者に届きません。これは有名な iPhone を発表した時の、写真ですね。スティーブ・ジョブズさんなんですけど、12年前ですね、わずか12年前ですか、今もう皆さん1人1台以上持ってますよね、スマホ。その時にこうおっしゃったそうです。いくら素晴らしいものを作っても伝えなければないのと一緒ですよと。いくらいいものを作っても伝えなければないのと同じというふうに言ったそうです。つまり知られていないということは存在していないのと一緒なんです。これはかなり重たい一言だと思ってます。ロータリークラブを知らない方からにとっては存在しないんです、我々の活動が、我々自身が。ですので広報公共イメージチームとしてはとにかく知ってもらおうというところを一生懸命やってきたというところですね。でこの話をするとですね、必ず先輩方が必ずこのお話をされます。いやいや田村君、君ねってロータリーは陰徳なんだよと、お天道様が見てくれてるから、そんな必要ないと、わざわざ我々がやってるよっていうことを言う必要ないんだとおっしゃいます。これはですね、その通りなんですけども、なんで先輩方がロータリー陰徳って言うんだろうなっていうふうに、やっぱりちょっと私もへそ曲がりなもんですから調べるわけですね。本当にそうかと、ロータリーにおける候補の歴史的背景を調べてみました。確かにですね、そういう
文献があるんですよね。やっぱり良い行いを自慢げに話すとは美徳ではないというですね、考えが根底にある理由と しましては、決議2334にこう書いてました。ロータリークラブが奉仕活動を選ぶ場合、宣伝をその主たる目標としてはならない。その奉仕を行うことによって宣伝しようとか瞑想用と追い求めるのではなく、ただ奉仕する機会を求めるべきと書いてあるんですね。おそらくですが、この文面がロータリーは陰徳なんだよというふうに先輩方がおっしゃってるんじゃないかなと拝察をしております。しかし続きがあったんですね。なんと、続きがありました。この続きに公開だったんですね。ロータリーの影響力を拡大する一つの方法として、クラブが遂行した有益な事業は正しい広報が行うべきであるとも書かれていました。つまりいい活動をしているならば正しい広報をしていいんじゃないのということも書いてあるんですね。ですので陰徳というか徳は素晴らしいので、いいことをしているんだれば堂々と知ってもらっていいんじゃないかなというふうに思えるわけですね。またポール・ハリスもこういうふうに言っています。自分だけで大勢の人に影響を与えることは難しい。理解を得るためにはロータリアンだけではなく、ロータリアン以外の人を含めた多くの人々に働きかけることが重要だと、この一文がありました。先日九州四地区の公共イメージ公共事業同時、九州四地区同時開催しましたけれども、対象者は一般の方も含めてます。ここなんですね。とにかくロータリーを知らない方がね、ロータリーを知ってもらうにどうするかというところを、大事なポイントです。でプル型をですね、スイスプッシュ型のいいところを言ってきました。プル型の、おすすめ事例としてですね、著名なロータリアンを活用されるといいと思います。プル型はですね、こんな人がロータリアンなんだっていうふうに言ってもらうと、ロータリーに興味を持ってもらうと思うので、ぜひこの事例を、出してあげると思います。この写真は分かりますよね。この写真はもうディズニーランドですけども、ウォルトディズニーはロータリアンなんです。知らなかったって人は手を挙げて、知らなかった、ウォルトディズニーがロータリアンを知らなかった人、はい、ありがとうございます。もう今日来た甲斐がありました。早速今日書いてですね、ご家族に言ってください。ディズニーランドを作った人、お前ロータリアンぜ、お前すごくねえかと、興味あるやろうと、お友達に。すごいでしょ。特に年頃の娘さんとかですね、ぴったりです。え、本当お父さんって、お父さんそんなすごいクラブに入っておけん、よくすごかろうって言うと尊敬が得られます。ぜひ活用してください。でもウォルトディズニーロータリアンなんですよ。知らなかったでしょ。こういう人が仲間でいるんだよというだけで、さっきのプル型です、あ、ちょっと興味があるかなと思いません？単にロータリークラブ入れって言ってもわからないですけど、ディズニーを使いましょう、ね、さあ次、ケンタッキーフライドチキンです。これ大体わかりますよね。カーネル・サンダースなんですけども、ロータリアンなんですね。知らなかった方はちょっと手を挙げます。あら、意外と多いですね。はい、3分の1は知らない。はい、ロータリアンです。これを大体この話をするとですね、大体今日の夜ご飯ケンタッキーになってます、皆さん。なんでかというとですね、すごいんですよこれ。ケンタッキーフライドチキンに行くと、カーネル・サンダースの像があるでしょ。像の胸元、バッチがあります。ロータリーバッチなんですよ。見に行ってください。ぜひケンタッキーにロータリーバッチがついてますから、必ず。なので皆さんケンタッキーに買いに行きます。大体私回し持ちないんですけど、ケンタッキーフライドチキン、まあ、カーネル・サンダースさんは売り上げの一部を、募金をかなりしたというか、チキンピースに対していくらと何千とかの募金をしてたというふうにおっしゃってますね。素晴らしいロータリアンだと思います。ちなみにカーネル・サンダースさん、お酢だけなんですよね。すごくもうかなり、ご高齢になられてから、ケンタッキーの開発、ようやく成功表明を見たので、お酢だけのロータリアンですね。それから次の、これ分かりますかね。電球とか蓄音機とか、はい、エジソンのロータリアンですよ。エジソン、偉人中の偉人ですよ。知らなかったという方は手を挙げてください。はい、ありがとうございます。まあ、私もこういう発表しないと知らないんですけどね。あたかも私がすごそうに見えますけど、たまたまですから、たまたまです。すごくないですよ、本当に。ただエジソンロータリアンです。なんか嬉しくないですか。
世界の偉人が仲間なんですよ。まあ先輩ですよね。生きてたらね嬉しいですけど、エジソンがロータリアンってなんか嬉しいですよね。なんかこういうのを使っててほしいんですよ、プール型として。もうちょっと行きましょうか、はい、飛行機といえば久保さん、飛行機といえばライト兄弟、はい、ライト兄弟、はい、ライト兄弟のこれ弟ですね。ライト兄弟の弟もロータリアンです。弟です。これ知らない人ほとんど、知らない方、はい、ありがとうございます。もうほとんど知らないですよね。ライト兄弟の弟がロータリアンなんですよね。なんか嬉しいですよね。ちょっと時間の都合上飛ばしていきますけど、まあ、ここもちょっと行きましょうか。これ知ってます？最初に宇宙に、はい、今聞こえました、はい、アームストロング船長もロータリアなんですよ、ね、なんかすごくないですか。なんか誇らしくなりません？なんか自分までこんなすごい偉人がいたんだっていうとですね。それからですね、フランクリン、これルーズベルト大統領です。なぜこの写真を持ってきたかというとロータリアなんですけど、ルーズベルト大統領はですね、あのポリオに感染しました。39歳なんですよ。普通は小児、子供がかかるんですね。小児がかかるケースが多いんですけど、珍しくて39歳にポリオにかかりまして、大流行になる結構数十年前だったんですね。で、大統領になる前にかかってしまって、歩行障害を患っています。で、大統領になる前からですね、こういうふうに大変だったということで、任期中にですね、ポリオ撲滅のための全米小児麻痺財団という財団を立ち上げまして、ポリオ撲滅に、しっかりずっとされていたというところにいます。まあ、彼もロータリアンなんですね。まあ、それから日本人でいくと松下幸之助さんもロータリアンですので、ぜひこれは覚えておいていただくといいかなと思います。まあ、こういうふうにですね、広報の力っていうものを活用してですね、プル型で、会員、まあ、基盤向上というか、まあ、増強という言い方がですね、あんまり好きじゃなくて、私も会員基盤を向上するっていうところはいいでしょうから、広報の力を活用してもらうといいかなと思います。知られていないということは存在しないと同じというふうにお伝えをしておりますが、もう一つの事例ですね、私は記憶の束というふうに、ご説明をしています。身近な例でいきますね。記憶の束と、これが記憶の線が細すぎて、一般の方々にロータリアンの活動が知られていないということが原因と思っているので、記憶のを束にしていきましょうというふうにお話をしているんですね。事例をお伝えします。皆さんスマホ、さっき私言いましたね、スティーブ・ジョブズが作ってくれたスマートフォン、 iPhone ですけど、ドコモユーザーの方はどのぐらいいますか？ドコモ使っている方は、はい、3分の1くらい。 AU はどのぐらいですか？3分の1、はい、ソフトバンクの方、はい、あ、意外とソフトバンクは少ないですね。はい、じゃあお尋ねします。ドコモの社長って名前知ってます？ドコモの社長さん、経営者でもいいですけど、徳川さん、知らない？知らないですよね。ありがとうございます。これ大体聞くと知らないですよ。 AU の社長とか知ってますか？ AU の社長、経営者知ってますか？知らない、知らないですよね。ソフトバンクといえば孫さんですね。これなんででしょうね。不思議に思いません？だって今ドコモのユーザーが多かったですよ。社長知らないんですよ。 AU もそうですよ。これ毎日触ってるでしょ、毎日ね。ソフトバンクユーザー少なかったですけど、孫さんって今ポッと出ませんでした。これなんででしょうね。大体こんな話するとこうなるんですよ、絶対。まあ実際はですね、ドコモはいい社長っていう方らしいですね。それから AU は高橋社長、それからソフトバンクはグループ全体なので、ソフトバンクの携帯の方は宮川さんっていう方が社長らしいんですけど、孫さんってイメージありますよね。後発型ですよ、ソフトバンクで一番後。どれだけ広報をうまく活用しているかって話です。トップが表に出てですね、これはそうです。これは記憶の束です。ずっとテレビでできているから、ソフトバンクのイメージがもうありますもんね、刷り込まれてるんです。我々の反省点はロータリーバッジをつけていますけども、一般の方がロータリーバッジを見ても弁護士さんですかとか、そういうレベルです。ロータリーバッジを見た時に、あ、世の中に対していいことをしている方々ですって思われてないんですよ、我々の活動が。
つまり知られてないので存在していないんです、我々が。残念ながらロータリークラブそれ何ですかって聞かれません？一般の人、いつも私毎回聞かれます。存在しないんですね。でロータリー何ってやっぱ聞かれた時に一言で皆さんが答えられるような、まあ、訓練だったりとかそういうのは必要かもしれないですね。一般の方々からするとですね、なんかこういうイメージらしいです。なんかライオンズとかなんかこういう人たちでしょと、あのキワニスとかですね、なんか一般の方々はこう思ってるみたいです。我々のイメージをなんとなくライオンズさんですねとか言われますもんね。ライオンズがあるわけじゃないんですよ。で私としてはライオンズもあのキワニスとかも世の中に対していいことをしようと思ってるのは間違いないです。だから目標は一緒なんですね。登山の目標は、頂上に向かっていく目標は世の中のためにいいことをしようということは一緒です。ただ登山口が違う、登り方が違うだけなんですね。では我々のロータリーの登り口、登り方をしっかり伝える、ストーリーテリングというのは大事かなというふうに思います。我々一言で言うと地域社会で活躍するボランティアの世界的ネットワークですよとか、職業も国も文化も異なる140万人が結びついている団体ですとか、世界中の地域社会を良くしたいと思っている行動人の集まり、先ほど千葉先生がおっしゃいました低アクション、行動人の集まりですよという、こういうふうに一言で我々がどういう集まりだと言える、まあ、訓練がですねあるといいかなと思っています。あとですね、私あの、まあ、会員増強活動とかいろいろしてたので、ロータリーを知らない方に言いました。ある人からこう言われたんですね。ロータリークラブって暇とお金を持て余した偽善者の集まりでしょと。まあまあショックですね。これでも皆さん笑ってありますけど実際思い当たりますよね、はい、私もあのロータリーのおかげで悪い道にそれなくてよかったなと思っています。いいんです、偽善で。やらない善よりやる偽善です。いいんです。ただ私暇も金もないんですよね。暇も金もあったらまだいいんですけど、暇も金もなかったらもうどうなるんだということですけど、一般の人はこう思っています。これを現実から目を背けないことが大事ですね。この前提でしかしいいことしてますというふうに、やっていく、これがまあパブリックイメージ、我々の、やってた広報公共イメージ委員会の、まあ、活動の、まあ、目的というかいうところになっています。一人一人がですね、広報マインドを持っていきましょうというところで我々が発信をしていきましょう。陰徳が悪いというわけではないんですが、我々一人一人が我々の活動をしっかり発信していくこと、それから正当な理解ですね。暇と金を持て余した偽善者と思われている不名誉なところを挽回していきたいと思っています。まあ、これはですね、おそらくホテルで昼ご飯を食べてるのを見てそう思いますよね。そんな金があったら寄付しろって話だと思います。だからやっぱりこういうところの正当な理解を求めていくっていうのは大事ですよね。それから自分たちを客観視しましょう。自分たちがこう思ってるっていうことを客観視しながら、活動していくっていうことが大事かな。それと拡散ですねをしていきましょうとなります。あと より多くの方々にターゲットを広げる意識を持ちましょうということですね。今までは友人知人、まあ、地元ぐらいですけど、今回九州4地区で、イベントを行いました。今この地区のステージですね。だから地区を超えて今度日本全体世界まで行くことを目指して逆算していきましょうということです。ですので4地区合同で活動したんですね。せっかく九州ワン九州があるのに我々気づいてなかったんですよ。もったいないです。自分の地区だけじゃなくてもっと広げていきましょうというところが大事かなと思います。そういったことで10月18日に九州4地区で合同イベントを行いました。原田さん、久保さんがすごく活躍されてですね、おかげで本当に毎週朝8時から毎週ですよ、ズーム会議です。これも DX のおかげなんですけど、毎週朝8時会議してましたね。本当大変でした。ですけど、まあ、やってよかったかなと皆さんから言ってもらってます。こういったうちの地区はこういったイベントを神社を借り切ってやりました。まあ、今日は趣旨が違うので、このぐらいにしておきますね。では